オドレー・チュメオは、フランスのボンディ出身の柔道家。階級は 78kg 級。身長 177cm。柔道初段を取得。チュメオの父親は、サッカーカメルーン代表のディフェンダー。母親もハンドボールのカメルーン代表として活躍していた。また、チュメオの腹違いの姉であるアントワネット・ナナジムは七種競技で北京オリンピックのフランス代表となり、2011年にはヨーロッパ室内選手権で優勝を果たして世界陸上でも7位となった。14歳の時から柔道を始めて、それまではサッカーやボクシングなどに取り組んでいた。柔道を始めて間もないジュニアの頃から国際大会では活躍して、2008年の世界ジュニアでは2位となった。さらにシニアの大会でも活躍するようになるが、2010年の世界選手権では、初戦でドイツのハイデ・ウォラートに一本負けを喫した。その後は再び国際大会で活躍して、2011年にパリで開催された世界選手権では、決勝で日本の緒方あかりに一本勝ちして優勝を果たした。2012年7月のロンドンオリンピックでは、準決勝で地元イギリスの伏兵であるジェマ・ギボンズと対戦し敗れるが、3位決定戦でハンガリーのヨーアビゲールに勝って銅メダルを獲得した。2013年の世界選手権では3位に終わり、2014年の世界選手権では決勝でブラジルのマエラアギアルの技ありで敗れて2位に終わった。世界団体では優勝を飾った。2015年の世界選手権では5位となった。迎えた2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、決勝でアメリカのケイラ・ハリソンの腕座十字形で敗れたものの、銀メダルを獲得した。2017年には、グランドスラムパリとヨーロッパ選手権で優勝したが、世界選手権では7位に終わった。IJF 世界ランキングは3436ポイント、獲得で5位。ありがとうございます。